今回はこちら、書店の歩き方の世界。アメリカに友達がいる男、お笑い芸人芥川賞作家、又吉直樹さんです。お願いします。お願いします。アメリカの友達がニューヨークからロサンゼルスに引っ越しました。今日も緊張しておりまして。いや、なんでなんですか。ぶっころさんといえば空気を読まずにガンガン行くのが魅力っていう風に伺ってますよ。いや、総理大臣でもいけると思うんですけど、又吉さんだけはちょっときついんですよね。又吉さんはお笑いコンビピースのボケ担当で、小説家の活動もされておりまして、2015年小説火花で芥川賞を受賞されております。当チャンネルは2回目のご出演で、1回目は楽しかったですけど、こういうのがありますって聞いた時にぶっころさんがね、いろんなことを聞いてくるけど大丈夫ですかみたいな、全然大丈夫ですよと。で、行ってみたらあんまり来なかったんで。今年3月エッセイ集月と散文を発売されまして、後ほどその話も伺えればと思います。今回はですね、書店の歩き方の世界ということで、又吉さん筋金入りの本好きというところで、あらゆるパターンの書店が好きで、雑誌とか見ててこんなお店があるんやって知ったら、その書店だけを目指して電車乗っていくこともあります。気づかれたらどうしようみたいな、平気で自分の本買っていきます。今日はですね、又吉さんのために竜林堂石崎町本店を貸し切りまして。いやいや、営業終わった後ですよ。営業中やったら貸し切ったっていう表現わかるんですけど、はい、1階のレジ閉め終わるまで結構待ちましたけど。前言いましたっけ、はい、ここ来たことあるって。集中したい時に横浜とかに来て5泊とか泊まって仕事する時あるんですよ。人間っていう小説の単行本作ってた時期ですかね、2回ぐらい来ましたね。じゃあこの場所がなかったら人間は誕生しなかったってことですか。ギリしたと思います。まず入ってきてどの辺から見ること多いんですか。雑誌見たりダヴィンチとかね。ダヴィンチ読むんですか。本を扱ってる雑誌っていうのが少なかったからよく買ってました。一回あの日経エンターテインメントを書店で立ち読みしてるところを週刊誌の人に撮られて、はい、又吉が自分の人気を気にしてたっていう。そっからちょっと怖くて読めなくなりました。ファッション誌も見たりしてましたね。服が好きなんで銀座とかね。ああ、美容院でしか見たことないですね。本の特集とか映画の特集とかね、してたりするじゃないですか。まあ僕も連載してるんですけど。満島ひかりさんが回文、はい、上から読んでも下から読んでも同じ文章になる、とんでもない長い回文を書けるんですよ、満島さん。すごい。満島さんが書いたのを僕がそっから着想を得て物語を書くっていう連載を2年半ぐらいして、これが30回目やったんですけど、この辺文芸誌ですよね。ほう、全然知らないです。一度も読んだことないです。新潮、スバル、文芸、群像、文学会、これがいわゆる五大文芸誌と呼ばれるやつですね。文学会と新潮は定期購読というか読んでますね。ジャンプみたいな感じですか。ジャンプみたいな感じで。文芸誌って表紙おしゃれっすね。変わったこの10年で。あ、そうなんですか。うん、五大文芸誌だけじゃなくて、オール読み物やったら直木賞が発表される、文芸春秋で芥川賞が発表されるんですけど、僕の火花っていうのは文学界で一番最初発表されたんです。で、新潮で劇場っていう小説を発表して単行本になったんですよ。だから実験の場で一番コアな作品とかが展開されてたりするから、好きな人は読むんですけど、多くの人が読んでるものじゃないかもしれない。芸人で言うとすごいコアなお笑いファンが見に来る劇場みたいな。ジェットギグとかニーズってことですね。そういうこと、はい、詳しいな。それこそ小説いろいろ読んでて、この作家の新刊は絶対読みたいっていうのあったりするでしょ。それがどんどん気持ちが高まってきたら、新刊が出る前の雑誌に載った時に読みたくなる。それで雑誌で読んじゃう、単行本出たらまた読んじゃう、文庫になったらまた読んじゃう。これがもう楽しいんですよ。僕はね、この棚も好きなんですよ。何の棚ですか。これシーカですね。詩集とか短歌とか俳句を扱ってる棚にも絶対寄る。絶対に寄らないです。僕が一番最初に出した本が、作家の関城さんと一緒に出した「カキフライがないなら来なかった」っていう自由律俳句集なんですよ、はい、当時僕はメディアに出演したこともなかったので、タレント本のコーナーに置いてなくて、もちろん平積みとかもされてなくて、どこだどこだって探したらシーカの棚のところに一冊刺されてたんですよ。それだけでも嬉しかった。でその時の感動もあるから、未だにね、気になるやつを買ったりしますね。ずっと好きなのは穂村弘さん、シンジケートっていうのは一番最初の歌集なんですけど、これは真相版ですね。え、
31年前の作品なんですか？そうなんですよ。90年代2000年代の短歌の間違いなく引っ張ってきた方なんで。ちなみに持ってても新しい装丁になったら買っちゃおうかなみたいなのもあるんですか？ありますね。出版社によって解説が違ったりとか文字の組み方が全然ちゃうかったり、なんか読みやすいな合うなとかあったりするんで、だからこれも欲しいですもんね。シンジケートもよかったらレジ開けますけど。いやいや閉めてたやん頑張ってさっき俳句がすごい難しいとか短歌がルールがいまいちわからないっていう方もいるとは思うんですけど、言葉のワンフレーズがめちゃくちゃ強かったりするから、例えば穂村弘さんやったら世界音痴っていうタイトルのエッセイ集があったり、はい、世界音痴やでちょっと惹かれちゃいますよね。面白いよやっぱり。シンジケート買った方がいいよ。レジが開いてればな開けれるって言うてたよこっちですね、現代小説ね。やっぱ一番よく買うのは小説になるんかな。西さんとかね、夜が明ける面白かったな。西さんの作品でも読んだ方ほとんど面白いっておっしゃいますよね。そうやな。ありました、ファビアン今日も芸の夢を見る、吉本興業の後輩でして、いろんな芸人の世界で起こるようなことがちょっと現実を超えたような物語で描かれていってる短編小説集なんで読みやすいと思いますし、おすすめですね。そしてその本はですね、私と吉武慎介さんが一緒に出した、その本はから始まるいろんな物語をどんどん出し合っていく。そしてお待たせしました、月と散文でございます。これは読みましたよ。これちょっと書店の回り方じゃなくなってきてるよね上手な告知の仕方みたいな表紙買いみたいなのあるんですか？ありますね。想定が情報を出してくれてると思うんですよ。例えば僕で言うと文体が変わったものであったりだとか、ちょっと読みにくいなってみんなが思うようなものが逆に好きやったりもするんで、例えば西村健太さんのね、コウモリかツバメかっていうこういう想定とか見たら僕はすごいかっこいいと思うけど、万人に開かれてるような雰囲気でもないよ、はい、でも惹かれますね。これも読んだことないですけど絶対面白いやろな。タイトルの種類を燃やすっていうのも惹かれますしね。こういうので1ページ目だけ読んでみるみたいなね。うん、うん、これも買えますね。レジ開けます僕の時は開くんですね信頼関係が結べるんですよ。1ページ目読んだらこの作家が見た世界をどういう言葉で立ち上がらせようとしてるか、この人はこういう風に書くんやっていう独自性みたいなものが見えたら、この文章をあと100ページ200ページ読めるんや、じゃあもうこの本の値段分は絶対損せえへんと、間違いないやろなっていうのはありますよね。20代とか30代前半の頃の調子いい時はそれを毎日やってたから、書店入って歩いてたらもう棚で自分が買うべき本が光って見える時あったから書店入ったら本が優しい光を放ちながらここだよっていうで1行目開けたらもうグッてくるから、2次元じゃないから3次元、こう読むねんけど没頭してどんどん物語とか言葉と自分の距離が近づいていってこういう感じなんです感覚としてはこうやこうめくってんの文字さえも全部が脳に直接ガンってくんねん。これが最高に気持ちいいから、意味を追ったり言葉を追ってこうなってこうなったんやっていう読書と全然違うのよ。もう2回も見てみましょうか。文庫ももちろん好きですし、棚は見ますね全部ね。一時期自分の本書いた後自意識過剰になりすぎてこういうとこに来るのが怖い時期がなかったらどうしようとか、嫌われてんのかなとか岩波文庫でしかない本とかもあったりするんですよ。聞いたことあります。うん、岩波の方に失礼やけど最後の手段みたいな感じでこの棚になかったら諦めるみたいな新潮文庫が昔好きやったから、スピンっていうんかな、文庫で紐ついてるのってなくて新潮文庫はついてるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、ダザはそのキリギリスですけどこれだとついてるんですよ。本当だ、いました、いましたね。いやこうやって見るとかっこいいな、自分の本が置いてあるって。嬉しいですよね。講談社文芸文庫っていうのがあるんですよね、このシリーズ。講談社文芸文庫、はい、絶版になったやつとかをちょっと高くはなってんねんけど文庫にしてはあったりして、大型書店来た時とかでも講談社文芸文庫は見ちゃいますね。まあ、1800円とかよりちょっと高っ。でも読めないから、これがないと。あ、絶版になってしまったものを神保町に行って探したらもっと高いですから。そっ、川でも川で初めて来ました。いろいろあるんすよ。廃盤になってしまってあの文庫なくなったみたいなやつが川で復活したりとか。へー、ありがとうみたいな。角川文庫もねもちろんありますよね。いましたね、いましたいました。ち
ちゃんといましたね。よかったです。いなかったらどうしようかと思って、はい、嬉しいですね。いつまでもあるわけじゃないから頑張らないとね。ちゃんと新刊を出したら過去の作品も読んでもらえたりするけど、はい、ずっと出さなかったらなくなっていくでしょうね。そこはシビアですよ。棚は限りがありますから、置いてもらって当たり前っていうことではないんでね、感謝しないとダメですよ。今日はですね、特別普段お客様は絶対に乗れないエレベーターに乗っていただこうと思っておりました。わかりました。すごいのがあるんですよ。アトラクションと言ってもいいかもしれないです。ちょっと見てみましょう。これです。これですか。これ活動してるエレベーターですか。こんなに注意書きが書いてるエレベーター見たことない。どんどん怖いんですけど。うわーすごい、ここ、うわー、バー閉めて、はい、押してみます。はい、怖っ。